はウコリンです。バレンタインの、ギリチョコを作るっていう企画をします。実は私料理が本当にできなくて、この前もハンバーグ作ったら、ハンバーグこういうハンバーグ作ったら、もうフライパンの中にもう1個全部ハンバーグになりたくなっちゃって、本当に大クレームだったんですけど、でもこんな私でも絶対に簡単に作れるっていうロリーポップ、なんだっけ、ロリーポップチョコレートを作ります。でこれはね、なんかレシピ通りに作れればだいたい15分ぐらいで作れて、もう本当に誰でも作れちゃう、もう作れちゃうから今から作っていきます。はい、今日の一番の主役はじゃーん、カステラ。これ2つで400円くらい、はい、安い。でこれもクリームチーズです。これもこれ250円くらい。あ、100均で買ってきたこれ、これ両方とも100均、これキャンドゥで買ってきたんだけど、これ100均のチョコレートでしょ。で、これさ、まあ、小学校の時とかやったよね、私も全くうまくできなかったけど、これでしょ。もう大体さ、私はその親に作ってもらったやつを箱だけ変えて友達に渡すっていう方法をしてたんだけど、みんなはそういうの真似しないでね。これめっちゃ可愛い、ロリポップ専用のパッケージなんです。ほら、こんな5種類も買っちゃって。まあ、ロリポップスティック、これでしょ。あ、こっちもあった。こんなたくさん、40本と50、こっち50本、こっち40本入ってて90本入ってる。はい、まずはさっきのこのクリームチーズをレンジで1分チンします。今このクリームチーズをここに移そうと思ってるんだけど、もうすでに溶けてる。だってこれ なぜならこう暖房がすごいから、もう全然この 200g 足りないよね。もう半分ぐらいこの中残っちゃうけど、もうこういうのもちゃんと、こういうのもちゃんと開いてヘラでやろうね。じゃあこれ入れてきます。サランラップ忘れたらバチ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 言ってます。サランラップはみんなしてくださいね、ちゃんと。ほい、サランラップしました。このカステラをちぎっていきます。どんな風にちぎるんだろう、教えてクックパッド。もうね、ちぎるっていうしか書いてない。もうなんならブンバンしてるけど大丈夫、ちょっとこれ大丈夫って感じ。あー、ちょっと大丈夫、うわ、大丈夫なのかな、もうちょいやってみようかな。本当はさ、これあら、なんかプレミアム会員にならなくちゃダメって書いちゃってある。でもバンバンやってるよね、やばい。止めて、じゃあこれにしよっかな、チョコポップ。カステラの食感がいい感じです。あ、鈴カステラだって。鈴カステラ、いや、これ買ってきてる。鈴カステラだったら、そっか、そのままチョコレートをつければよかったんだ。こんな感じだ。スポンジケーキをフードプロセッサーにかける。おお、フードプロセッサーあるよあるよ。ちょっと待って、まずこれ取り出して、はい、じゃーん。本日2回目使用します、フードプロセッサー。これね、いただいたんですけど、めっちゃ使い勝手良くて、この前玉ねぎをみじん切りしようと思ったら、もうみじん切りどころじゃない、もうペーストでした。で今日はちゃんとその頃を見ながら作ろう、やらなくちゃいけないんだけど、これ刃がね、めっちゃいろんな種類があるんですよ。でも別にいいや、この前使ったやつ一応。とりあえずこれをどんどん入れる。あれ、いいんだよね、入れ込め。なんか別にこんなんしなくても、別にここからわざわざ入れることなくない。ほら、もともとここに入れちゃえばいいよね。なんだろう、わざわざこの穴から入れることないよね。こっからさ、ガン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 いっちゃうとね、実際に。でこれをここの三角に
せて、キュン、多分できない、もう一回。本日2回目だからさ、使うのよくわかんないんだよね、実際。キュッてやって、あれ、何よ、何、いや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 、説明書とか捨てたかんね、本当にこの前。え、何これ、ちょっとしっかりしてって感じ。は、本当何これ、機械は裏切らない。え、だってこれできるよね、じゃあ別にいっか、これパシンとなってなくてもいいよね。これやってみよう、これでこうやってやって、あーでもこれじゃできないのか。あ、できた、おーおーすごいよ、すごいすごいすごい、やってまいりました。はいはいはい、できてます、できてます、余裕ですよ。あれ、こうするのか、あ、ここね、ここ親指押さないとダメなの、なんかチャイルドロックみたいな感じかな、きっとこれって。よし、でさっき無理やりサランラップ、これ後付けしたサランラップを、あ、いい感じいい感じ、さあこっちの方に移せばいいかな、きっとこういう感じだよね、こういう感じ、ほら、もうこれだけで美味しそうじゃない？これ誰でも作れるって書いてあったけど、これ誰でも作れる。これ、うわすごい。こんなのさ、息子にも作ってあげたことないよ。あーでも、ま、なんだっけ、なんかお菓子に、お菓子作りにハマって、ある日で、もう1週間ぐらい毎日毎日同じお菓子作ったの、暇で、その時なんだっけな、マドレーヌ。そう、マドレーヌを毎日毎日作ったので、今では作り方忘れたけど、でもそれ作った日もあった、そういえば。うわーすごーい、こんな感じでねり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 して、でもでもこうやってやって、こういい感じにしてるんだよね。はい、こうしてる間にちょっとなんだっけ、忘れてたことがある。チョコレートを溶かすことを忘れて、いや本当にこれ一番のメインイベントなんだけど、このチョコレートを溶かすのにここにセットしました。はーい、イエーイ、あ、投入します、これお湯投入です。でなんかね、裏に書いてあったんだよね、あ、いや、これお湯かいちゃった。で、まあ、今度こういうことは気にしないで、みんな、だってほら、あ、こぼれてるこぼれてる、だって別にこれ汚れるわけじゃないし、別に人に迷惑かけてるわけじゃない、これ入った、まあ、こういうところがあれかな、差が出ちゃってるのかな、お菓子作りと。こんな感じで、でね、ここにあのすごいんだよ、100均ってちゃんと作り方まで書いてあんの、ありがたいよね。ほら見て、細かく刻んでチョコ、え、細かく刻むの、包丁使うの、これって40度から50度の量、40度から50度って、チョコボールごと湯煎してください。なんか一回湯煎したら、一回お水で冷やしてさらにチョコを溶かすって書いてあるんだけど、ここはやりません、ここやらない、だってめんどくさいもん、ここやらない、これぐらいにしといて。だってなんならさ、チョコをさ、刻むさ工程だってさ、頭に入ってなかったわけ。こんなのさ、パッパッパッ手でやればさ、別にさ、いいんじゃないかって思ったの。だからちょっとここで言うこと聞かないけど、申し訳ないけど、もう刻んだ方がいいのかな、刻むか、この間買ってきたし、今日じゃーん、これも100均で買ってきたまな板です。すごいでしょ、一応ね、アイテムが揃ってるんだよね、料理しないくせに。まずはこっちのミルクチョコレートから参ります。こういう2枚重ねとかにしちゃって、おお、めっちゃ効率いい、はいはいはい、次はホワイトチョコ投入します。わ、すごい溶けてきた。
ブラック溶けてきま溶けてまいりました溶けてまいりました。やばいやばいやばい、次ホワイト。なんかこれをね斜めにこういう風にやるとちょっといいかも。なんかこの板チョコがなんかこう縦に切るよりも斜めにカットするとなんかいい気がする、多分だけど。めっちゃ、あ、すごい、なんかホワイトチョコレートって匂いがいい、香りがいいですね。うん、高級感ある。豆乳、はい、これで時間待ちます、ね、ちょっと事件が起きて、この丸めたやつをね、これをこれ今からこね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 して可愛く丸くするんですけど、これ丸めてこのロリポップスティックにつけ、まあ刺してチョコをつけた後にこう刺す発泡スチロールのこういう台みたいなのが必要だったんですね。それを100均でさっき絶対買おうって、絶対に買おう、絶対に忘れないって思ったのに忘れてしまったんです。だからないんです、刺すやつが。で刺すやつがないとその可愛くできないから、まあ、どうしようって。何かいい案ありますか？困った、ちょっと考えてみます。家中を本当に探した挙句これしかありませんでした。これここにもう究極もしょうがないから今から買いに行ってもいいんだけどちょっとめんどくさいからここにこう刺す、もうこれしかない、もうこれしかないのでこれやります。気を取り直してこのこれをこね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 丸めていきます。わーすごい楽しい、かわいい。これをじゃーん、丸めました。1,2,3,4,5 5×4 で20で 1,2,3,23 個できました。イエーイ。ちょっとチョコが多すぎたかなっていう感想、とりあえずやってみます。ちょっと初めてだからねどんな感じになるかわかんないんだけど、どうしよう。ここにこうしてチョコレートを置いたやつをここに刺す。これ大根おろしのやつね、これしかないからさ、もうしょうがないよね。ヒュッとやってくるくるくる、うわやばくないこれ。あれこれダメじゃん、何これ、なんでなんでなんでカステラが弱いの。ひょっ、あーあーあああ見っか。でこれでもうね、どんどんいっちゃう。握りが、ちょっと握りが弱かったみたい。確かにきつく。ちょっとやってみるね。なんか、おお。あ、でもダメだ。クリームチーズが多かったのかもしんない。でもこれ、これ誰も作れるって書いてあったんだけど。え、嘘でしょ？ちょっと待って待って、作戦変更。これさ、もうさ、何？ロリポップじゃないじゃん、なんなら。もうさ、何これ。全然ダメじゃん。だからもうこれで、もう絡めちゃう。待って、洗うの大変だから、そうそうそう、サランラップに。なんならこれ肉団子だよね。見た感じ。なんか、でもさ、よくあるじゃん料理で、見た目は美味しそうじゃないけど食べたら美味しい。これって間違いないよ。だって買ってきてカステラ焼いたわけでも何もないし、買ってきたカステラだし、なんならクリームチーズだって作ったわけじゃないし、売ってるクリームチーズただ混ぜただけだからね。チョコだって何もしてない、ただ混ぜただけだから絶対に美味しいはずなんだけど、でもとりあえずこれ、ま、もうこんな感じにしちゃう。でこういう感じにしても作戦変更、こういう感じにしてなんならこれでどうぞって
どうぞどうぞ、もう転がっちゃってみたいな、こういう感じで。ねえ、もうしかもさ、これ何これ、スプーンがないと食べれないかもしれない。これみんなどうやってやってんのこれ。ほら、こういう方がいい。にゃー、ね、これでシュッシュッ。お菓子作りっぽいじゃん。やん、まあね、ほら、そう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 、で、もうこうしよう、もう、そうそうそう、作戦変更だよ、もう、こういう感じ、ほら、あー、なにこれ、なにこれ、え、これ合ってる？え、なに？ちょっと止める、マジで。気を取り直してホワイトチョコで、これももうあのね、カステラがちょっと少なかったみたいだから、クリームチーズがちょっと多かった。200、200って書いてあったんだけど、実際カステラがちょっと少なかったのかなって。次回は絶対うまく作る。でもまあ次回アップする動画は多分お菓子作りはこれじゃないと思う。きっともっと高度なやついっちゃうかもしれない。オーブンとか使っちゃってさ、そんなの夢だよね、本当に。そんな料理とかさ、やってみたいよ、本当に。そんな奥さんになってみたい。で、まあそんなのいいとして、こういう感じで、どん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 進めていくね。じゃん、こんな感じでできたので、次、最後にデコレーションして、で、冷蔵庫に固めて、終わりにしようかなって思ってます。ここの一番の最大のミソはデコレーションだから、見た目が良ければ大丈夫。で、こんな感じで、可愛く盛り付け。あ、全然可愛くないこれ。一応美容食だからさ、こういうとこ腕の見せ所じゃん、やっぱ。本当に。これさ、もし間違ってさ、誰かに見られてさ、何あれ超ダサいとか言われたら、本当に死活問題になるので、ここは本気出します。じゃあ、後ほど。じゃん、チョコペンでデコレーションしていくよ。はい、じゃーん、できました。もう途中どんなことになるかと本当にもうそわそわしてたけど、なんとかできちゃいました。これ少し冷まします。じゃじゃーん、できました。ちょっとチョコレート多かったかなって感じだけど、すごい可愛くできてる。すごい。これからちょっとあのパッケージパッしていきます。はい、できました。イエーイ。こんな感じで仕上がりました。見て、美味しそうじゃない？これね、カチンコチンにも冷えて、ほら、いい感じで冷えてるんですけど、これ一日、ね、冷蔵庫に置いて、まあ今の時期、外とかでも、なんかラップして、外に置いとくだけでも、カチンコチンに2時間ぐらいになっちゃうかもしれない。時短を目指すんだったら、それが、夜だったらそれがいいかもしれないです。で、この子たちなぜここにいるかというと、入らなかったんですよ。昨日の可愛いあれに、こんな大きくなっちゃうと。だからちょっと丸めるときにもっとちっちゃめに丸めてコーティングしてあげないといけないなってことを学びました。では今から食べます。いただきます。これからホワイト、まあ、今朝だからね、朝ごはんこれ。うん、うん、あ、うん、なんかこんな感じ、見たくないかな。うん、おいしい。はい、食べた感想はちょっと濃いかな、味が。ちょっとクリームチーズがやっぱ多すぎた。でもすごくおいしい。これちっちゃい子でも、まあ大人だったらちょっと
私ぐらいの大人になったらこれちょっと食べながらお酒とかでもいいかもしれない。チーズ結構入ってるからおつまみにもなりそうです。では今日は簡単に作れる何あそうロリポップチョコのご紹介でした。またねー。